主に怪盗祭のことを伝える際、お祭りが近いからといって怠けた心を持たないようにと必ずお伝えください。わかりました、カウン様。では先に失礼します。カウネーネー、ヨーヨー、どうしてここに？カウネーネが前に欲しがってた薬草、ヨーヨーが全部取ってきたよ。それからほら、スイートフラワーの種も一包み。あとね、あとね、この干した精神の葉っぱでお茶を入れるといいよ。体にいいんだ。ヨーヨー、最近ネーネのお仕事が忙しいのは知ってるけど、働きすぎはダメですからね。また草むらで寝ちゃわないようにちゃんと気をつけて。この二人は何なんだよ。物分かりのいい妹とぼんやりした姉ちゃんの会話みたいだぞ。こん、ありがとうございます。でもパイモンさんの言う通りで、私は仕事以外だと確かに油断しがちです。改善しないとですね。あ、世間話に気を取られてしまいました。こちらの方は？あ、オイラが紹介してやるよ。なんだよ、オイラ話すスピードが速すぎたか。確かにちょっと複雑なことだよな。もしどこかわからないとこがあったなら、オイラがもう少し詳しく話してもいいぞ。少々難しいですね。ん？怪盗祭は毎年の一大行事として素晴らしいものにするだけではなく、様々な好みを持つリーユエの人々が満足するものにしなければなりません。イリデッセンスツアーはリーユエにおいてそれほど知名度が高くないので、皆さんがどう思うかは予測しがたいと思います。もしこの催しに全てをかけるとしたら、リスクはかなり高いと思います。そう、あなたの言う通りだ。わかります。ですから元の計画は通常通りに進めます。しかし深夜にイリデッセンスツアーの公演を今回の怪盗祭の目玉イベントとして提出したいと思います。怪盗祭の夜は音楽祭という形でお祭りの楽しさを増やします。舞台は、そうですね、港口にしましょう。はい、私もそれがいいのではないかと。この案をなるべく早く完全なものにするためには少しだけ時間が必要です。要点を分析して損得について詳しく話して、それから一番重要なのはピンと旅人さんも認めている旨を記すことです。そうすれば七星もきっとこの案を真剣に審査することでしょう。ドボルザークさん、リーウェイに来ていただける音楽家たちの人数や規模、それから食事宿泊に関する詳細条件の決定についてですが、あなたの助けが必要です。ええ、そちらで話しましょう。カウの仕事ぶりって相変わらず頼りになるよな。うん、ヨーヨもそう思う。師匠が言ってたの、人にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあるって。だからカウネーネも自分が全部すごくなるなんて無理はしなくていいんだよ。身の回りのことはヨーヨに任せていいから。わあ、ヨーヨ、オイラのことも世話してくれないか？オイラ、またお腹が空いたぞ。もうカバンが空っぽになっちゃった。でも、あなたの好みを書き留めておくから、次からはあなたの好きな食べ物を持ってこれるよ。ハスの花パイ以外にもまだあるかな。甘いものなら全部。
スライム。こちらでいかがでしょう。まだ補足が必要ですか。いや、かなりいいよ。もう私には何の改善点も思いつかない。わかりました。では草案はこんなところにしておきます。もう一部書き写しますね。いいところに来てくれましたね。こちらはちょうど一段落ついたところです。恐縮です。今は一刻を争う状況ですので、すぐに七千円案を提出してきますね。少々お待ちください。ヨーヨー、いろいろと持ってきてくれてありがとう。ちゃんと忘れないよう食べますね。ちゃんとお茶として入れるんだよ、タオネーネ。葉っぱをそのまま食べたりしないでね。はい。じゃあヨーヨーもそろそろ帰るね。外に長くいすぎると弟お母に心配をかけるから。ネーネたちもおじちゃんも安心して、すべてはきっとうまくいくよ。少し早いけど、ヨーヨーから怪盗祭を祝して。ありがとう、ヨーヨー嬢ちゃん。怪盗祭を祝して。